やっぱり FC 東京さんは力あるチームなので、気を引き締めて入ったつもりではあったんですが、やはりなかなか思うようにはゲームを運ばせてもらえなかったということだと思います。まあ、あまり昨年から大きくは変わってなくてですね、やるべきことはやはり球際だったりだとか、走ることだったり戦うことだったりというのことを基本ベースにやってるつもりです。イーストのチームどこを見てもですね、力の差というのはほとんどないと思っています。一戦一戦とにかく大事に戦って、最終的にですね、残留できるように頑張っていければというふうに思います。